ミルクサッカーアカデミー通信簿シリーズでございます。井上真です。ノーミルク佐藤でございます。データ版のノーミルク佐藤先生、今日も一つよろしくお願いいたします。お願いします。さあ今回はモンテディオ山形でございます。どん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 ということですか、うん、はい、そうですね。まあ、今シーズンの、まあ、J2、うん、まあ、今年はね、特に本当にまあ大変なシーズンでもありましたけれども、はい、うん、そのね、シーズンにあって、7位。7位。で、うん、本来だったら、はい、6位まであのプレイオフってあるじゃないですか。そうですね。はい、まあ、プレイオフ圏の、6位とも勝ち点1差っていう。うん、ああ、そうじゃ悪くない成績ですよね。そうなんですよ。はい、しかもあと得失点差っていうところを限定で考えると、うん、あのプラス17と、実は、あの上位3つ、徳島、福岡、長崎に次いだ成績を残したのが実は山形だったっていうのもあるんで、堅守かつ、今季もできていたというそんなチームでもありました。はい、はい、じゃあ細かく各種データから今シーズン振り返ってまいりましょう。いきましょう。まずは出ました、こちら、ドン、はい、はい、表彰いきましょう。はい、表彰でございます。まずはチーム MVP、うん、中村選手でございます。おめでとうございます。これデータ選出ということですが、そうです ね、まあもうあのデータ、細かいデータ言うよりもね、はい、実はあの中村選手、あのこの通信簿を出す前にですけど、うんうん、J1 湘南ベルマーレの移籍が決まりまして、おー、はいはい、いわゆるもうこれでも分かると思いますけど、 J1 がもうずっと、うん、スカウティングし続けた選手っていうふうに言えば、やっぱりそれだけね、チーム MVP になってもおかしくないぐらいのデータでしょってのは分かるんじゃないかと思うんですよ、ね。はい、はい、うん。ちなみにね、ちょっとエモがあるんですよ、中村選手。いい話ってこと？はい。はい。もともとあの、ザスパ草津群馬から、うん、あの始まったんですけど、経歴。ちなみにそれでの大卒の同期入団あたりが面白くて、はいはい。あの、今、柏にいる瀬川祐介選手。ほうほうほう。そして、ね、福岡の山岸優也選手。はい。来年だから、群馬から始まった3人が来年 J1 にみんな集まるんです。なるほど。さらにこの中村選手は、ほう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 、プロ契約じゃなかったんです。最初。そう、アマチュア契約。そうなの。が、はい、J1 まで来たんです。これは熱いね。なるほど。うん、これは頑張りましたと言いますか、これは後に続く人のね、モチベーションに。なってくれますね。そうなんですよ。はい。これは良かったなと思いますね。おめでとうございました。はい。そして続いて今度は U23 の MVP。はい。まあ、ディフェンダーから野田選手をちょっと今回選出させていただいたんですが。ありがとうございます、うん。野田選手もね、ちょっと面白い選手で。はい。野田選手って2016、2018、2020と自己ベストを更新し続けてて、出場時間。1年おきにですか？そうなんですよ。はいはい。数年はしかもそんなに出てないっていう。出ない、はあはあ、めっちゃ出る、出ない、めちゃめちゃ出る、出ない、めちゃ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 出る。バイオリズムがあるのかな。来年、来年これで一定の成績残せるようになったら、野田選手はもう、うん、もう、あれですよ、多分 J1 だと思います。はあ、これデータマンはいろんな角度から見てるんですね。ってのがありましたね。はいはいはい、まあ、今年は特にね、あの、栗山選手が、あの、怪我してしまって、長期離脱になっちゃったら、その分、誰がディフェンスやるんだってところで、俺やーって出てきてくれましたから、惜しかったなと思いますね。そしてあと、ボールダッシュ王に関しては中村選手で、まあ、オフェンス5点2アシストなんかもありましたけど、うん、ボールの供給だけじゃなくて、中村が奪ってボールを出してなんてのも多かったですから、はい、やっぱ彼のね、存在感今年光ってたなってことは言えますね。そしてディフェンス王には熊本裕太選手でございます。まあ今年、まあ今までね、山形は3バック多かったですけど、今年は途中から4バックに変えて、うん、で、野田熊本のセンターバックがかなりやれてたなと思いますし、はい、このあたりか。あとはただ J1 からもちょっとね、ちょっとスカウティングされてる選手にもなるので、はい、来年 J1 行っちゃうのか、それとも来年も山形でやるのか、このあたりも気になるところ。はい。ちなみにね、うん、あのこの熊本選手もともと東福岡高校出身で、はい、で、早稲田大経由してまあ山形来たんですけど、うん、実はあの来年というか、つい先日一つの移籍の報道があったんです。はい。アビスパ福岡から、うん、ここは木戸幸喜選手が、うん、これ山形に来ることになったんですけど、はいはい、実はこの二人あの高校の同級生なんですよ。ほう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 。東福岡高校時代、はい、うん、だから来年はその高校の同期木戸とタッグを組んでこの山形を J1 に押し上げていくのか。いいですか。おうおう。すごいのがしかも高校の同級生でいて、うんうん、二人で年代別代表とかも言ってるんですよ。ああ、じゃあ、こう、なんですか、連携多いわけですね。そうなんですよ。うん、で、見たいな、熊本のフィードから木戸が決めるなんて。なるほど。そんなの見たいですね。そこがね、そこにも注目ということ。また新しな楽しみが。はい。はい。はい、うん、で、続いて今度はミルワカ賞でございます。はい。
ここちょっと違くてですね、ビニシウス・アラウージョの、うんはい、ご家族に。どうしたんですか、これ。ビラカ賞というのは先生のこう独断で選ぶ特別賞でございますよね。はい、そうなんですよ。ビニちゃんのご家族なかったんですか？はい、次のニュースのところでも実はちょっと話すんですが、あ、じゃあもうニュースいっちゃおうと思うんで、せっかくだから、先に特定のこのビニちゃんで、アシストが加藤選手だったんですが、はいはいはい、ニュースちょっといっちゃいましょう。わかりました。はい、どうぞ。はい、ます、はい、で上から3つ目見ていただきたいんです。うん、3つ目、4つ目。9月までたったワンゴール、ビニちゃんに山岸不安が募るも、はい、実は、うん、ビニシウス・アラウジョ選手って、うん、9月終わるところまで1点しか決めてなかったんですよ。そうでしたっけ、なったんですけど、はいはいはい、9月末10月頭ぐらいのところで、うん、このビニちゃん のご家族が来日されたんですよ。そういうことですか。はいはいはい、はい、でなんと来日後18試合で13得点いやー、やっぱ大きいんですね。そうなんです、ね、だってこれ要はもし開幕のところからずっとご家族がいた場合で換算すると27、8得点していてもおかしくないので30得点ぐらい、うんうん、するとビニちゃん得点王だったんじゃないかっていう、ぐらいのペースで交換は巻き返した。やっぱり一人で戦ってんじゃないですね。みんなそういうのを持って戦ってるわけですね、うん、家族相手すごいですね、うんうん、はい、うん、あと他に今年山形で行ったら、はい、まあそのね、ビニちゃんがなかなか得点しないよって時に、うん、頑張ってたのが、ね、フォワードの山岸優也選手だったんですけど、うん、彼が9月にアビスパ福岡に引き抜かれちゃったんですね。はい。そしてしかも J1 まで行っちゃったってので、もう戻ってこないっていうのもあり。なるほど。それでいて、はい。で、守護神、くしびき、そして、うん、ディフェンスの大黒柱、栗山、はい、負傷者続出、どうすんだっていうふうになってたのも、いろいろありましたから、うんうん、それでいて、いろんな吸ったもんだありながらを最終的に7位でフィニッシュしたのは、うん、よく頑張ったな、チームとしてってなるんですよね。なるほどね。やっぱり、一つのチームってやっぱ生き物みたいなもんですけど、うん、いろんな人が関わってるから、だいたいどのカテゴリーとかどのチーム見ても、優勝するチームってできるだけそういうなんか、なんだろう、スクランブル体制にならなかったりとか、だいたい平穏で終わったチームこそ上にいることが多いんですけど、うんはいはい、やっぱこうやっていろんなことありながらだったにもかかわらず、うんね、プレーオフ圏近いところでフィニッシュできたってのは、うん、山形のそれだけ磁力があるって言って間違いない。なるほどね、うんあ。そういうところも見てあげないといけないってことですよね。ですね。あ、素晴らしいですね。うん、はい。あとは今年の山形でただそれでも起こったことなんですが、はいはい、左サイドからの攻撃は、まあ、右もあるんだけど、うん、左サイドからの攻撃っていうのは質とか量も含めてもう J リーグの中でも圧倒的、はい、左サイド限定の攻撃だったら川崎にも引けを取らないぐらいすごいです。あら、まはあ、それだけ育ってたっていうのがある、うん、ただ唯一問題だったのはなぜか枠内にシュートが飛ばないっていう試合が結構あっちゃった。枠内に入ったら山形勝利、はあ、枠内に打てなかったら負けみたいなそんな試合が続きましたから、なるほど、ね、来季はそれがちょっとなくなるといいのかなってありますね、はい、ただその代わりちょっと最近ミルアカでも一個ね移籍の動画出しましたけど、ちょっと山形移籍というか2021年で昇格するぞってその本気度が伺える積極補強をこのシーズンオフで続けているところがあったりするので、はいはい、先ほどの木戸選手だけじゃないですけど、マリノスから山田選手を取ったりですとか、うん、本当には積極的にバーって人取ってるところがあるので、来季ちょっと楽しみだなっていうのが状態として続いております。うんうんうん、はい。はい。ということでございます。行きましょう。続いてこちらでございます。ドン！はい。はい、月別のね、成績となっております、はい、うん、黄色くなってるところが良かったよって部分で、はい、水になってるところが、というところではあったかなと思うんですが、まあ、この水色になってるところは分かりやすく、うん、要は、なかなかね、本当は期待を満を持して取ったビニちゃんが、はい、なかなか点取れなくて、しかも、ご家族が本当は来日するはずだったんですが、うん、ちょっとコロナの影響で来日が遅れちゃって、うん、悲しいってなった時期ですから。そっかそっか。うん、そこが明けてからもう、水色ないですからね。分かりやすいですね。うん、はいはい。序盤が大変でしたね。だからね、栗山の怪我どうすんだってなって、フォーバックに変えて、うん、それがだんだん良くなってきて、はい、そして、よし、いけるぞ。ビニちゃんだけ頑張ってくれ。ご家族早く来てくれ。うん、山岸持ってかれんのマジで？あ、ご家族来日、ビニちゃんが。心の声をね、今いただきましたけれども。そんなことやってたら、最後にだけね、ちょっとね、枠内シュート問題も発生しましたけど、まあ、そんな感じでね、スタボでいろいろありましたが、最終的にはいい感じでフィニッシュしたってのは。こういう流れの、まあ、調子の推移があったわけですね、平均価値で見ると、ね、うんうん、特にすごいのが、うん、見てほしいのがアウェーの失点のところなんですよね。はいはいはい、全然失点しないの。
愛の視点、そうですね。そう、1試合平均1失点もしてないので、はい、ディフェンスすげえなと思うし、うん、まあ、唯一ではアウェーでの得点力がちょっと足りなかったかなとも思いますが、うん、まあ、アウェーがどうこうっていうよりも、やっぱ途中じゃなくて、やっぱフルシーズンビリちゃんがちゃんと戦えるっていうふうになれば、うん、とか、エースがそもそも山岸さんが抜けてるので、はいはい、そのあたりがもうちょい鑑みれば、あの、やっぱり良かった、うん。フルシーズンちゃんと普通に戦ってれば、このチームはやっぱ、まあ、少なくとも2、3、4位ぐらいのところで終わった可能性は高いと思うので、うん、なるほどね、うん、来年はそういう、だから、吸ったものがないことだけを、もうみんな、うん、みんなで願おうっていうのがあるかもしれませんね。はい、うん、ありました。はい、続いては、節別のね、はい、選手の出場成績を見ていきましょう。はい、こちらでございます。ドン出ました。はい、うん、こんな形となっております。うん、これ、分かりやすいんですよ。はい、こちらがですね、うん、水色になっているところ、右側ですね、ここがスタメンで出ましたよって部分になっていて、はい、黄色が長時間の、途中出場になっていて、でピンクのところが長時間ではないけど短い時間だけど途中出場を果たしてますよっていうようなことを、はいはい、グラフィックに表しております。そうでございます、うん、はい、で出場時間短かった方々は下の方にちょっとねちらっとこう書いていますよって感じですね、うんうん、でこう見てみると本当大変だったなと思うのがゴールキーパーなんですよ。はい、見てみると最初、くしびきさんが出て、まあ最初ちょっとした怪我もありましたけど、はい、途中から大怪我になっちゃって出られなくなり、うん、佐藤明宏選手に変わったんですが、でもやっぱりね、あの、今シーズン限りで引退をもう考えてた佐藤選手でしたので、うん、でそこからまあ最後の途中でね、川崎から移籍してきてくれた藤島選手にバトンタッチしてっていう、もう3キーパー交代制である意味やってたようなシーズンになりましたから。なるほど、なるほど。はい。やっぱね、強いチームほどあのゴールキーパーって固まってるなんて言われたりするんですけど、うんうんうん、まあここがなかなかね、あの一つ課題には上がったシーズンになるのが、まあ怪我があったから仕方ないんですけどね。まあ、ある種出番はね、それぞれで得たということではあるんですけど、ね、間違いないですね、うん、でその他見ていくとやっぱディフェンスがやっぱこのチーム固まってたのが大きくて、はい、まあ、栗山選手の怪我ありましたが、まあ、左の松本選手で真ん中の熊本選手と野田選手、このあたりはかなり出てたと思うし、うん、終盤戦では半田陸選手なんかもスタメンでずっと出てたりだとか、はい、で右サイドバックも山田拓海選手がほぼ固定で出られてましたから、うん、まあ、ディフェンスラインがやっぱり固定されてたのがこのチームの大きな強みだったのかなと思いますね。はいはいはい、はい、でボランチもほぼ中村選手出てましたし、で前線見てっても中盤かあの加藤選手がこう頻繁に頑張ったり水曜選手、はい、南選手あたりも頑張っていたり、うん、フォワードも山岸洗うもうねビニシウス洗う上大月って形でしたか、うん、この3人がねある意味変わる変わる得点を積み重ねることができてたっていうのが良かったシーズンにはなるのか、はい、ただまあ全体的に先ほどから言ってることですけど怪我とかそういうのが多かったのでそれが来年ちょっとしぼめば減れば、もっと勝ち手は上積みされるでしょうから、うん、そのあたりが楽しみだなと。なるほどね。いう感じですね。はい。なるほど。しかし、この表は分かりやすいな。ありがとうございます。あの、細かくね、皆さん止めていただいて、はい、スクチ取っていただいて、酒飲みながら、見ていただければ。ちびちびね、見ていただければ。うん。お子さんたちはね、ジュース飲みながら、水飲みながら見てください。お子さんこれ見てね、渋いお子さんです。いいですね。でも、そんな子いたら、僕はスカウトさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。そうですね。ありがとうございます。はい。分かりやすかったです。はい。続きまして、こちらでございます。ドン、出た、レーダーチャート。うん、はい、まあ、ざっくり表の見方からなんですが、はい、右上のところが、右上のところが、シュート系の、項目になってて、右下のところが、はい、シュート打たれた方、攻撃された方のディフェンスのトータルアクション、はい、左下がですね、インターセプトとかタックルとかのディフェンスの細かい項目になっていて、うんうん、左上がドリブルとかのね、オフェンスの細かい項目になっておりますと。うんうん、さらに、グラフに関してなんですが、白くなっている部分がこれ全部偏差値で表しておりまして、はい、はい、白が平均値、うん、50ですね、うん、で、紺になっているところが、2018年おととしです、はい、赤が2019年、うん、去年ですね、で黄色が今年の2020年となっております。3年比較のレーダーチャートということになってますね、はい、そうなんです、うん、だからこれ見てみていただければなんですけどね、まあさ、うんうん、なんかね、過去2年のグラフをほぼ黄色が包んでるような感じあるじゃないですか。そうですね。はいはい。それだけ伸びてきたのは間違いないです。うん、そう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 。で、さらにすごいのが、うん、あの、やっぱゴール数なんですよね。そうですね。その辺上がってますね。そう。2018、2019、2020とギューンと上がってるし、うん、シュート数もギューンと上がってる。何よりシュート数が上がってるから、ゴール数もついてきてる。そうなんですよ。うん、ただ、シュート数上がったんだけど、枠内率が去年と変わらないってことは、それだけ枠狩り飛んでたってことなので。そういうことか。まあ、そこが改善されれば、このチームは確実に昇格です。なるほど、なるほどね。うん、あともそこです。ポイントが見えてるってことですね。うん。うん。
他も、実は、非シュート数とか、非チャンス構築率、うん、非ゴールとかっていうところも、ディフェンスもね、うまくいってますよ。そうなんですよ。で、去年と変わらない。しかも、去年だったら、ディフェンスの要、栗山さん、そして守護神、うん、ネクシビキさんっていう二人が、今年かけたにもかかわらず、去年と変わらない数値残したので、それだけ、ボトムアップができたシーズンとも言えると思うんですよね。なんで、枠外率が多かったのを考えれば、そこが枠内にこう変わってくるようになれば、このチームは本当間違いなく、昇格できるとは思っております。まあ、インターセプトの数値とかも下がりましたが、はい、まあ、それもね、いわゆる栗山さん分が一気に落ちたってことで考えていただければ分かりやすい部分ですので、うんうん、はい、ディフェンスはそんな変わんなかったんだけど、オフェンスのゴールとかが、うん、シュート数がそもそも増えた分、山形かなり伸びた。それだけオフェンスのね、時間も伸びていたってことは間違いないのかなと思っております。うん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 、なるほど。はい。はい、以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでね、お送りしてまいりました通信簿でございました。最後にお知らせでございます。はい、はいはい、我々ミルワカの目標は全 J リーグ全スタジアムを前にする日を夢見てということでございますね。そうなんでございます。 J1 から J3 までとりあえず全チームね、先生がこうやってやってくれてるんで、ぜひ全チーム見てください皆さん、ね、よろしくお願いします。まあ今ね、まあいろいろありますけども、落ち着いたら前にしましょう。うん、本当にそうですよ。はい、そのためにということでございます。2021からはということで、なんでそれをね、やっぱ全カテゴリーやるのももちろんだし、うん、やっぱ若手、いわゆるユースの選手とかに関しても触れていきたいし、はい、海外とかやるのもね、いわゆるいろんないい事例が皆さんに知ってもらえれば嬉しいなと思うしね、無尽蔵思っているわけでございます。ありがとうございます。全ての時間をこの見るわかりつぎ込んだ。あとはね、来年は見るわかり、関わってくれる人をもっともっと増やしたいなと思っていて、はいはい、ファンサポーターの皆さんにもっと楽しんでいただける、まあ、見るととなんていうコンテンツ作ったりとか、参加型で行くっていうことですね。そうですね。はい、あとは、出演していただいてる方々にももっと増やせればなと思っていて、うんうん、はいはい、選手とか、フロントの皆さんとか、メディアの皆さんとかにももっと出ていただければ嬉しいし。そうですね。そうですね。うん、本当だ。だしね、あとはいろんなトークライブ奥座敷とか、うん、あとはね、はい、いろいろ時間とか気が許せば、うん、全国にねトークライブあんぎゃ行きたいなと思っておりますの で、 そうですね、はい、皆さんの地域にもお伺いできればと思っております。すごい、すごい、もうアクセル踏んでいくわけ、すごい、もうテンション高いですね先生ね。いや、もう行ったるぞってのはもうクソやってるぞ、一日何本出してやろうか。いい、望むところですよ先生。いや、ちゃれですよ。こういいですね先生。クレイジーですよ今日も。あとはね、コラボもね、たくさんね、まさんね。はい。あ、そうですね。大募集したいですね。もうやっぱり、100人組みたいぐらいの感じ。やっぱ学ぶ多いですか、学ばせていただきたいですからね。そうですね。ぜひコラボ大募集。お願いします。我々からもね、声かけさせていただきたいなと思いますし、ぜひ、はい、あとは、この人たちとコラボしていただけるのはどうですかみたいなこともね。いやもう全然ツイッターのね、DM とかにもう、いただければと思うので、はい、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということでございました。やっていきますね。ぜひ毎日やってますんでね、明日もぜひ聞いていただきたいなと思っております。ね、先生。はい。よろしくです。はい。ありがとうございました。高評価ボタンよろしくお願いします。井上までございました。ツイッターの方もどうぞよろしくお願いします。ツイッターもよろしくお願いします。はい、あと、風邪とかひかないようにしてくださいね。あと、スマホを皆さん拭いてくださいね。意外とスマホが汚れてますからね。いや、本当にそうなの。ありがとうございました。ありがとうございました。拭いていただいてね。はい。ありがとうございました。ということで、また、加湿器とかもしっかりつけていただいてね。ありがとうございます。本当にね。そうなんですよね。食事みんな、ウーバーイーツとかも頼みつつね。頼んでください。はい。というわけで、また明日で、寝るとき YouTube つけとくとね、アラームなんないぐらい電池消えちゃうんでね、そこで気をつけてください。はい、見るときすぐ最後見るわけだけ見ていただければいろいろね。終わりますよ。終わりましょう。はい、ありがとうございます。また明日です。ありがとうございました。